パラミツは、クワカパンの貴族の常緑公木。英語で、ジャックフルーツと呼ばれ、東南アジア、南アジア、アフリカ、ブラジルで果樹などとして栽培されている。東アジアでは、台湾南部や中国海南省、広東省、雲南省などで栽培されている。原産はインドからバングラデシュと考えられている。バングラデシュでは、カタール、インドでは、カタル、 インドネシア語やマレー語では、なんか、タイではカヌーン、ベトナム語では、ミット呼ばれる。和名は、カン由来のハラミツであるが、他に、マレー語のなんかを語源とする、ミナミカとも呼ばれ、同族一種のパンの木との対比で、パラミツの木を長寿パンの木とも呼ぶ。英語では、ジャックフルーツと呼ばれるのは、マライアラム語のチャッカが、ポルトガル語に借用されて、ホカとなり、それが、 英語に借用され、類型を示すフルーツと結びついた結果と考えられる。輪切りにして1、4に割った果実。種の周囲に果肉があり、他の果肉との間に仮種比がある常緑の高木で、葉は、なりでは長大円形だが、葉木では大きな切れ込みがあり、学名のヘタピラムは、こうしたなりと葉木で著しく葉の形が異なることを指している。私有同種で、 お花の実をつけるお花女は枝の先につくが、芽花の実をつける芽花女は完成果と呼ばれ、幹に直接つく。幹や太い枝に連なってぶら下がる果実は、長さ 70cm、幅 40cm、重さ40から 50kg に達することもあり、世界最大の果実と言われる。その形は、歪んだ球形や楕円型が多いが、時に円柱型となり、 長さにも差がある。果実の表面には数ミリメートルのイボ状の突起があり、熟すと全体に黄色になり、強烈な甘い匂いを放つ。果実は、クワ科の特徴である、集合果で、果樹を形成する組織の多くが合着して、果実となる。繊維状にほぐれる炭鉱色から黄色の果肉や仮種皮を食用にする。種子は2センチメートルほどのやや超円形で、 これも食用になる。パラミツは未生から3年で果実をつけることもあるほど成長が早い。同族のコパラミツで非常にユニークな総粉体系が2000年に報告された。コパラミツのオバナジョには、接合菌、郊外ケカビ属の一種が共生して菌主体を広げて、胞子をつけており、カンターニア属の二種の木のコバエの仲間が飛来して、菌を接触し、産卵する。 メバナジョには、菌は強制しないが、キノコバエは、オバナジョと同じ匂いに騙されて、こちらにも飛来し、オバナジョを訪れた時に付着した花粉を運ぶ。オバナジョで孵化した幼虫は、ここに繁殖した菌を食べて成長する。スーパーマーケットで売られる果肉。中に種がある。パラミツ、日本にて熟した果肉や、カリシュは甘く、生で、食用にされる。樹脂分を含み、 みずみずしさには乏しいが、弾力や粘りのある食感がある。未熟な果実は、野菜として、タイ料理、ベトナム料理やインドネシア料理などで煮物、炒め物などに使われる。種子は焼くか茹でることで食用にされる。産地から遠く離れた欧米及び、日本では、輸入果実を扱う専門店にて空輸された生の果実が購入できる他に、シロップに缶詰、チップス。 乾燥果実が一般的である。歯と根は薬用になる。パラミツの木材は、建材、家具、仏像、印鑑のほか、ガムランなどの楽器に使われる。また、材は仏像の包囲などの黄色の染料に使われる。T プロディプクマール、クマール、プロディップ、マネージメント・オブ・ホーティカルチャール・クロップス、ボリューム11ホーティカルチャー・サイエンスシリーズ、ページ81 The English name Jack f l u t is derived from Portuguese ほか which is derived from Malayalam Chakka. ありがとうございます。